ガーディアン2013年9月11日付は、米国家安全保障局が収集したアメリカ合衆国市民の個人情報を共有する合意が8200部隊との間で交わされていたと報じた。これはエドワード・スノーデンが所持していた機密情報から見出され、ガーディアンが公開した文書。8200部隊はイスラエル参謀本部情報局情報収集部門の一部所で、 ある。8200部隊は、米国のアメリカ国家安全保障局に匹敵する、情報機関であり、軍事機密に係る知見の高さと、大胆な行動をすることが知られている。イスラエルには、首相府に国家サイバー局があるほか、モサドなど、各情報機関もサイバー戦争部門を有する。8200部隊は、イスラエル国防軍のサイバー攻撃、防御の調整部隊である。 8200部隊は1952年にアメリカ合衆国の軍事備品の放出品を使って設置された。当初第2インテリジェンスサービス部隊と呼ばれていた。次に第515インテリジェンスサービス部隊と呼ばれるようになった。1954年に現在のグリレットジャンクションに移転した。8200部隊の前身は1948年の イスラエル独立宣言以前から存在した。それが1973年の第四次中東戦争後に8200部隊となった。8200部隊の存在は10年ほど前まで公にされていなかった。8200部隊は何千人もの兵士から構成される組織で国家の脅威を発見するためインターネットなどに含まれる情報の激流から 通信情報及びコードを解読することを任務としている。2012年6月1日付、ニューヨークタイムズは NSA と8200部隊がコンピュータウイルス、スタックスネットをイラン攻撃用に作ったと報じた。イスラエルでは情報の90%は8200部隊がもたらし、同国庁法特務長、モサドにせよ、他の情報機関にせよ、同部隊なしに、 大きな作戦を遂行することはない。隊員はしばしば生死がかかる状況のもと、わずかな指示のみで最新テクノロジーの開発を命じられる。イスラエルのサイバーセキュリティ業界は世界有数の技術を持つ。現在では各社は人材が8200部隊出身であることを明らかにしてセールスポイントにしていることも多い。一例としては、 チーム発射 CEO ナダブザフリルは8200部隊、元司令官である。イスラエルの新聞、ハーレツによると、イスラエル企業、ムソグループは8200部隊出身者が、社員の中心で、イスラエル政府が承認した国外の相手先に、サイバー情報技術を輸出している。イスラエルでは、ほとんどの国民が、高校卒業後の18歳での兵役を、義務付けられている。 8200部隊はそのうちの上位1%を採用している。8200部隊のサイバーセキュリティ精鋭グループには優秀な人材だけが選ばれている。8200部隊のリクルーターはハッキング、数学、技術、言語、チームワークに高度に熟練した若い人材を選定している。8200部隊の人材はサイバー戦争で勝利を収められるほどの高い。 技術力を保有している。ありがとうございます。